はい、どうもシルビです。第7回目の実況プレイになります。6回目は取れてました。感動ですね。直後のプレイです。いや本当に、20分喋ってさあ試合も終わった、取れてない、あれは結構しんどいですと言ってる間にですね、機体を切り替える時間がなかったので、強襲4前回と同じ強襲4機でですね、今回も臨もうと思います。本当はちょっと違う機体もね使ってみようかなと思ったんですけど、もしですねこういう機体使ってほしいとかっていうのがあれば、動画でもブログでも構わないのでリクエストもらえれば極力ですね使おうと思います。ただリペアはですねあんまり正直得意ではないかなという感じです。攻め機体が得意なので、それを踏まえた上でリクエストいただければ。さてそんなことこんなで、始まりました。ほらみんな X 行くんですね。暑い。ちなみに前回もそうなんですけど、まだ暑いですね。これ撮ってるのが6月、今も、14、15なんですけども、本拠点がね、本拠点の方、箱型本拠点の砲台が強くなった直後なので、若干いろんな全部のマップで、定石ですねが変わってます。今回はなんか半々ですね。敵は下にも、これ敵と結構行動がかぶってますね。さてさて、拠点を占領したわ。どうなることやら。これは敵を見るているので、これだとなんとかなりそうな気がするんですけど、新式予定、これが俗に言う新式予定いいですけども、こっちを見るのもいいけど痛い目見てもらうよっていう感じですね。さすがに痛えって言って言っちゃいましたね。さあこれどうしましょう。敵はあれですね、南がメインだったみたいですね。こうなったら2に行きましょう。短期で B 行くと砲台がね痛いんでね、ここは2の方が有用かなっていう感じですね。あれがある、今あったので、あいつを倒したい。倒したいけども、ここは2を取った方がですね、チームのためになって。X は壊してるんですね。素晴らしい。ここで気づいて2に来なきゃいいんですが、みんなね、B とかに湧いてください。ぬくぬくさせてくださいっていう感じですね。3が幸い取られてるので、3から行ってますね。あ、来ました。自分本拠点 Y の防衛をお願いします。出会い頭ですね。パン加えた感じでぶつかりましたね。自分もバズーカ装備してたことを完全に忘れてました。取れましたね。これで自分の仕事終わり。3人早く終わらせなければ。撃たれた。どこから。自分本拠点 Z の耐久値が。ここでね、今回はブーム。おーっと、そこにいたのかい。正直ですね、どうしよう、次の一手、4を守りたいですね。4を守りつつ2、2取られちゃいましたね。じゃあ4で。新しく生まれ変わったというか、さらにいいイケメンになったですね。F 型を使っていこう。踏まれてる。ちなみにですね、右上のミニマップ、これは意識してですね、見るようにすると、反応がですね、いいようになります。私もこういう移動の時はもうほとんど右上とかですね、見るようにしてます。そうすると、この画面に出てない部分もほとんどレーダーで出てくるので、隠れた敵とか、後ろからの攻撃っていうのをですね、極力防げると思います。キーによってこうやって大きくできるんですけども、私はこっちの方が好きですね。距離が近いので、見落としがなくなります。ちなみに、ミサイルを装備しているので、格闘がないんですね。近距離戦はちょっとね、避けたい。私の機体も調子がいい。このまま続ける。どこ行ってる分。オーバーヒートしましたね。オーバーヒートは、自分も、親の敵。ナイス。もう、寒冷地ジムだけは見分けがつくようになりました。
これもそっか、これはジムコマかな。ジムコマですよ。ジムコマ前の1ジムだけはフォルムでなんとなくこんな感じかなっていうのを頭に叩き込みました。でもやっぱりそれだけ厄介なんです。潰しとくとね、コスト以上に、もちろんプロガンも優先するべきなんですけども、そうですね、ちょっと孤立してますね。まあ、いっかな。痛いって感じですね。リーチ入りましたね。さて、次の一手は、まあ、割とね、いい感じになってると思います。ライン戦になりましたね。次の一手、敵が1狙いに補給艦を出してくるかなっていう気がするぐらいですかね。ちょっと1が手薄ですね。まあ、なので、それを見つつこの中でブンブンバルに参加みたいな工夫、この辺の格闘面白いですね。楽しいですね。正直好きです。隠れてブンっていう、まあ、敵も似たようなもんなんで、切られるときは切られるんですけども、いましたね。ブンとですね、たまにバズーカの自分のバックで前が見えなくなるっていうことが美味しいですね。これしっかり潰していきましょう。美味しいですねこれね。あら痛い。そういう方マチルだって。そんなあ入ってますね。今の当たってねえだろって自分で思ったんですけど、当たっちゃいましたね。爆風で敵はこっち側に1人いる。ゾクさんを助ける。スカ、いやいいんです。割とスカりますね。何なんでしょうね、今日っていうか、今日は多いんです。目の前でウルフがスカっててスカッみたいな。格闘振るなっていうことなのかもしれないですけどね。振っちゃいますねこれね。ちょっとめんどくさいですねあれね。これを壊してレーダーは極力壊すようにしましょう。ポイント云々もあるんですけども、こっちがね隠れられですね。さあドーンドーン、あれ見失った。そういう時はね、すでにこっちも隠れましょう。いた。そんなんで甘い。あらちょっと調子に乗っちゃいましたねこっちが。空中格闘技ってやろうと思ったんです。調子に乗りました。まあ死ななかった。この速さはガンタンクですね。見られると厄介なので隠れつつ、速いですね。これ速度そんなに速くないはずなんですよ。1100かなぐらいなんですけど、まあ、アティラリーストライカーであったり、ヘビアティラリー、まあ、装甲4機ですね。装甲じゃない砲撃4機でボーナスがあるので、多分そのボーナス分を含めるとさらに速くなるんでしょうね。なので数字以上に速い機体ですね、あいつは。まあ、こっちにも、数字以上に速く感じるギガンちゃんがいるんでね。まあ、しかもコスト安い。あ、またいましたね。誰が出過ぎじゃないでしょうか。ちなみにですね、変更点でもう一つ、ミサイルなんですけども、ロックオンされてからね、ミサイルロックの表示が出るようになりました。今までは、すぐ、ロックをすると、ミサイルですって出てきたんですけども、だいぶ変わりましたね。おかげでミサイルが当てやすくなったという人もいれば、使いづらくなったという人もいるんですけど、私はね、避けやすくなったと思います。なぜなら、ミサイルが今までロックをちょこちょこされると、飛んでくるのか飛んでこないのか分かんなかったので、今回は確実に飛んでくるっていうのがあるので、非常にやりやすくなりました。ただ、ロックオンの色と一緒なんでね、間違えるんですね、たまに。それだけはちょっと直してほしいですね。色が違うんですよ。今のこっちにロックしてないのに食らいましたね。さあ、これまずいぞ。まあ、突っ込むしかない。行くしかない。男ならっていう感じですね。当たった。さあ、誰か追い打ちを。割と削ってますね。これは、押せ押せですね。さあ、1は、エースがいるので、ワインにネズミは1。一応、鍛えてみましょうか。3、おいや、そうね。3は、楽しいです。お、いますね。ただ、ちょっと期待がこいつだとね、さっき言ったように、格闘がないんでね。ちょっと、
距離を取りつつ行きたいと思います。おー、なんか落ちた、まずい、甘い、あれどうやってるんですか。ちなみにああいう格闘のかわし方としてあえて前に出るっていうのは結構有用な、あ、いくつってるけど選択肢の一つです。出撃する機体を選択してください。出撃する機体を選択してください。 X は裸、裸っていうかまあ格好ものがないので、いい加減にしろ、何体やられれば近づく、ラグいいんじゃないですかって感じで、ラグということでですね、一つになっ納得していただければ。ちなみにラグ、まあ確かにラグいいんです。ここ FPS って言って1秒間の秒間フレームが動画ソフトで見れるんですけども、普段だったら1秒間の秒間フレームが50とかなんですね。まあ60なんですけども、50から60ぐらいを行ったり来たりしてるんですが、動画を撮るとそれが10から20下がる。で、まあ、動画を撮っても40ぐらいは確保できるんですけども、最近ですね、さらに減りましたね。前回のアップデートから動画を撮ると結構遅くなる。だから今はだいたいフレームレートで言うと30、今までのまあ普通にプレイしてる半分ぐらいのですね、フレーム数、なんていうんですかね、コマ送りですねもプレイをしているので、さっきビームライフをちょっと真後ろから外したとかっていうシーンが出てきます。これがまあ60だとまあ確実に言ってるんですけども、結構ねそういうのがあるんです。なかなかその数字、ちなみに録画は30フレームで撮っているので、その実際見てるのとあんま、私が操作しているのとあんま変わんない速度なんですけども、結構ですね体感では変わってきます、ね、割とそれが致命傷だったりする。昔はねそれがね、パソコン変える前まではそれが割と当たり前でした。なので昔にちょっと戻った感じですね。危ない、そう、こういうのも外してしまうっていう感じですね。今も自分の中で当たってたんです、当たってた。しかしなんか鉱山の割には重いですね、なぜでしょう。お、素晴らしい、チケット、ちょっとゾウさん、ゾウさんちょっとゾウさんそこをちょっと解いてくれるかなって感じでしたね。これ、あー、よかった、戦場に戻るとしよう、助かった、礼を言う。あれ、リペアしてる時にそこじゃねえよみたいな感じでしたね、お互い気持ちがつ、お、ゾウさんゾウさんなかなかイケメンですね、びっくりしましたね。親の敵です、これ。これが親の敵。これ。親の敵。あの色。あ、親の敵をやれれば俺はいいんだ。やってなかった。ちょっと自信がないですね。さっきのリペアマンは、いた!いたけど、行っちゃった。あ、これちょっと敵が周りに好きですね。仕方ない。選択してください。F 型に乗り換えます。どうしようかなっていう感じです。いや、グフしましょうか。グフだと、ここでも戦えるので、やっぱり格闘っていう手段がないとどうしてもね、密集地はちょっとこの密集地は厳しいですね、まあ、そんなに実際 F 型で使うシーンはないんですけども、全くないっていうのがあると気分的なところできついですね。やっぱりこれはいいですね。味方でした。次も飛ばしていくわ。ここにいますね。しっかりと潰していく。なんかもう一匹いませんかね、これね。なんか近くに。いましたね。ブイン。おっと、建物に阻まれて。ここは無理です。おっと、痛い。ひどいゲームですね、これね。みんな格闘ブンブン。楽しいですね。あー、シールドマックスのまま潰してしまいましたね。ちょっともったいなかった。それで Z ネズミが行った処理で北に少し、まあ、北行きましょうか。4もいいけどな、北は2から来るしかないので4ですね。ちょっと Z からだと遠いので4から行こうと思います。
まあ、4ね、これを取られるとなかなか多分 Z が落ちてしまう。いいですね、このすぐ切り替えて打てる内蔵武器の利点ですね。ミサイルが内蔵武器っていうのは大きいと思います。でもロックに時間がかかるっていう特性上すぐ切り替えるのは本当に大きい。しっかりといいですね、素晴らしい。削りきれなかった部分をやるっていう。運を舐めるんじゃないよ、死神を連れて行け。ちょっとやっぱ、体感なんですけどもカクつきますね、だいぶ。だからこういうなんか漏らしが多いです。オスカイってですね、ダブルスカイが多いですね。なんでだろう。まあこういう時はね無理せずいきたいですね。おっと自爆しちゃいましたね。まさか、まさかこの建物に当たるとは。もう B にネズミって人がいますね。素晴らしい。ちょっと今のもったいなかったですね。お、3。なんかみんな3が、3で、あれ、オセロ、オセロ、オセロプレイしますね。参加するしかない。実際それでだいぶ、その、撃破数も稼いでるっぽいので、まあ、1のね、補給艦だけ注意すれば、あとはまあいい感じにいけるんじゃないかなという試合ですね。拠点をいただきました。あ、なんか Y の方に見えたような Y いますね。超注意を出しつつ、あれがガンタンクですね。だよ、ですよね。うん、たまに、わかんないくらいですよね。ただ若干ガンタンクと量産型の差がつくようになってきました。さすがにオーバーヒート。まあグーグーのね、唯一の欠点といえばこのブーストチャージのブーストの短さ。それでもね、あのルフカス並みのスピードを持っているので、細かくショットブーストしつつ、まあ、あのブースト容量は短いんですけど、ブーストチャージが割とね多いんで、あの比較的ブーストの回復が早いんですね。だからどちらかというと、おお、2発生き残った、盾素晴らしい。おっと、ナイスドック、ドックですね。なので、細かく着地して回復するようなプレイをすると、ルフは結構ですね、相手としたら厄介な動きになると思う。だからショートブーストを意識するって感じですね。ルフカスがロングブーストだとすると、ショートブースト。それに慣れると割とやりやすいです、本当に。逆にこのウッカスとかだとブーストチャージが弱体化もあって遅く感じますね。もちろんその移動距離であったりとかはグフよりもウッカスの方が長いんでしょうけども、体感のレベルでこの時間が長く感じるせいで機動力が向くのがあるんじゃねえかっていう気が最近してきました。もちろんそんなことないんですけど、まあ実際の、はい、ピッと今当たってました。これラグのせいだ冗談です、ね、着圧はね、ああいう時にね、うまくいけばしっかりとこのガトリングシールドの合間をね縫って使えるので有用な武器だと思います。ただね、ガトリングシールド のリロード時間が強烈に伸びたのが一番そのブーストチャージの弱体化とかでも痛いですね。とにかく痛い。おかげでその継続戦闘能力が激減しました。今までだったら、今のようなのも、まあ、2マガジン目いけたんですけどね。割と、その、使ってる側からすると、かなり、そこきつくなったなっていうのが、大こけた。そうですね。なんでか、ですね。いいのかな。ここは、ちょっと、盾を使いながら、隠れて、お、グーが来ましたね。素晴らしい。手がマックスなんでね、またルフカスがちょっと、あ、だけどこれほとんどもう、あれですね、ロックオン爆撃、ロックからだ。お、こ
ここは行くしかない。すごいですねあれね見ててすごいですねちょっとあんな期待なんですね。もうこれあいつもロックオンを決めましたね。ここは行くしかない、男の花道決めてるぜって感じですね。ほい、素晴らしい。しかし、見えたんですよ。ちょっと逆でしたね、シールドが働かなくて後ろからね、フリップ。敵は案外1位への補給感をしませんね。エースも残ったままですし、ちょっともったい、あの敵としてもったいないかなって気がするんですけど、まあこれやっぱ敵なんでね、ありがとうという感じですけど、ね、ちょっと意外ですね。あれっていう気がしてます。うん、やっぱ重いですね。ラグなんですよ、ラグ全部。ラグが悪い。ってことにしてください。いや、本当にそうなんですよ。本当に。今のなんか、うん。まあ、実際今見えてるんですけど、やっぱ30ですね。だから、YouTube で見てる動画も30なんですけど、まあ、そのくらいの処理ですね。だから普段の半分くらいの、なんでちょっと重すぎるかなっていう感じの試合でした。我が軍の勝利です。まあそれでも勝ってるので、まあ同じですね。味方はゲーでしょうか。ありがとうって感じでした。この戦闘の戦績報告です、まあ、万々歳って感じですね。個人評価の報告です。強いて言うと撃破2時をしっかりと取れなかった。でそれが残念ですね。それでは11回じゃない、7回目の実況を終わろうと思います。開封するコンテナを選択してください。